なかなかチャンス来ないですね。そうね、ちょっと一回変わってもらっていいですか。上崩しますね。はい、あー今ね、今来ましたね。もう一回、崩し方いっぱいあります。え、取らないですか。見ちゃダメ、見ちゃダメ。いや、僕がやったから来たんじゃなくて、今ちょっとアングルに打っただけなんです。で、そしたら相手ストレート逃げましたね。で、浮いた。そしたらこっちがチャンス。ずっと打ち方ばっかり気にして、配球を気にしなくなっちゃってるんですよ。ああどうしよう、ここここってなってるんですけど、そうじゃなくて相手が嫌がる場所とか、今まで相手に打たせてないコースっていうのをしっかり打っていかないといけないんで、打ち方っていうのはどこを狙うかっていうことに紐づいてないといけない。ボールの打ち方じゃなくて、どこ狙うかを、うん、